はい、ヒルビル放送局、マコネーです。今日、この回はですね、前回に引き続いて、5月20日の日の、新月のお願いについて後半をお話してるんですが、そう、勢いづいてね、なんとなく勢いで、動画にしました。で、動画を踏まえて、編集するっていうのを、まあ、ちょっとね、大きく仕組みを作り直すのがめんどくさいと思ったので、先に本編の前にちょっと、お話を挟ませていただいています。そのわけで、前半は、昨日配信した中に、でお話してるんですが、後半の部分をお話していますが、まあ、後半は後半で、後半として、実際に動いて喋ってる私の様子をお楽しみください。まこねでした。また最後にちょっとお話したいと思ってます。はい、なんか思いつきで久しぶりにムービーで、ポッドキャストだけでムービーでちょっとお話していきたいと思います。ポッドキャストもね、ちょっと40分超えて長くなってきたので、そのまま続けるか、まあ、あとガチンコしてそのまま続けるか、そうじゃなくて、別々に投稿するから、ちょっと、腰だ。首がブキブキ言うよ。わかりませんが、とりあえずムービーで撮っていきます。そう。目標はあと30分で終わらせ。じゃあ、まあさっきのね、今日何やってるかというと、ちょっとね、気分転換に外に出て、外で、エミキャストを収録してます。今日はね、5月20日で、5月20日、今月の新月が、5月20日の12時、お昼のね、12時から、12時6分ぐらいですか、から、まあ、新月なんで、今はもう新月の時間。ということで、今月の新月のお願いをやっています。で、まあ、先月の新月のお願いは、まあ、短期目標みたいなのが多くて、まあ、書くだけ書いて覚えてなかったみたいな。だからそんなのいっぱいあって、これじゃあかんと思った私は、今月は長期目標、超長期目標で、10年以内の長期目標で、3年以内の中期目標で、1年以内の、短期目標で、3ヶ月以内の超短期目標っていうふうに、5個に分けて、2つずつ書いてます。はい。で、ここまで書いたのは、1番から6番。だから、超長期目標、10年以内、3年以内、1年、3年以内を6個書いてきたんだけど、そう、まあ、それに関して、そうね、なんか今まで撮ったのを全部切っちゃうのして、もうこれだけで、これだけで、まあ、なんとかしちゃおう、なんて気分になってきた。そう、まあ、部屋の中だと、まあ、部屋を片付けてまで、まあね、部屋片付けなくても、まあ、すっぴんでも、でもね、髪もじゃもじゃ、もう疲れ切ったという顔で、まあ、収録するのはちょっとね、私もなんか気分的に乗らないので、まあ、今日は、ちょっとね、やっていきたいと思ってます。そう。まあ、もしかしたら、まあ、今まで撮った40本全部ボツにして、こっからゼロから始めるかもしれない。まあ、そんなわけで、おさらいします。今月5月の、鼻ほじってないよ。鼻ほじってない。鼻ほじろうとしたけど、あ、ムービーが撮ってるっていうことを思い出しただけ。鼻ほじってません。私は、私も、私ね、すっごいね、みそのちゃん大好きなんだけど、みそのちゃんよりは女子力があること。そう、だから鼻ほじらない。人前で大人もしない。嘘ね。周りを見てから、おならするときもあります。さあ、1番はね、私は100年後の未来に悲しい涙を流すことのない世界に、ということができましたっていう、ものにしました。超長期目標なんで、100年後、まあ、私がね、あのように言ってから、まあ、見てるって感じにしたいと思ってます。はい。まあね、ごめんね、まあ、鼻風が治らないんだけど、まあ、だんだん分かってきたよ。最近暖かくなってきて、寝る前にというか、まあ、私寝るの、もう今2時ぐらいだけど、普段だったらもうお布団に入ろうかなっていう頃よ、ぶっちゃけね。ただ、私は今日も、
朝お仕事なかったから、15時、違うな、朝の5時ぐらいから10時ぐらいまで、10時半ぐらいまで寝てたのよ。そう、ゆっくり。まあ眠くてね。お昼寝が、まあお昼寝以上寝てた。だから、6、7、8、9、10、11。6、7、8、9、10、5時間ぐらいで寝てる。だからね、もう全然眠くなくて。そう、もう眠くなかったから、ちょっと久しぶりに、街に暮らして写真撮ろうっていう感じでした。はい。まあそれで、そう、まあ私のね、私のあの、心のね、あの、魂のビジョンっていうかな。さっきね、ソウルビジョンとか、ソウルパッションとかいう言葉勝手に作ってたんだけど、私の中の自分の、あの、大きな自分の目標として、ずっと昔から思ってるのは、100年後の未来に自分、100年後の未来に悲しみの涙を流さないで済む世界。こう誰もね、悲しい涙を流さなくても済む世界にしたいなっていう、したいっていうのが、私の一番のビジョンなんだ。次に、私はね、こう、お金は悪だと思ってるよ。正直ね。お金は悪だと思ってる。お金が原因でいろんなトラブルが起こり続けてると思ってる。だから、だからね、まあ、そう思ってる以上私がね、お金に縁がないっていうのは、まあ、ここにあると思うの。そう、潜在意識にお金は悪だと思って、吸い込んでるからね、私の中で。そう。まあでも、そうね、そう、まあ、まあ、すぐにね、お金がない世界はなくなってくるってことはないと思うけど、まあ、いずれね、いずれお金がない、お金っていう概念がない世界が来るかもしれない。いや、来ると思ってるし、来てほしい。そう。まあ、そういう意味で私は、お金が存在しない未来を作ることができたっていうことを、2番として私はお金の存在しない未来を作ることができましたっていうのを2番目にしました。はい。3番目は10年以内ということなんだけど、10年以内ってなると、まあちょっと現実に起きてるな。まあそこでちょっと落とし込んだのは、私はお金がなくても自由に何でもできる自分になることができました。それを3番目。4番目は同じような感じだけど、私はそう、まあね、コンテンツ作りが私のお仕事だから、まあ、コンテンツ作りはまあ写真、ポッドキャスト、絵最近書いてないけどね、絵もそうだし、写真もそう、まあ、そういったあのもので、世界中にいろんな、ね、つながりを持ってるんだけども、うん、世界中の友達に自由に会いに行ける自分になることができましたっていうことを、4つ目に挙げてます。はい。で、なんかね、今日はね、なんかイベントしてるのよ、ここで。そう。で、5つ目は、5つ目から今度3年以内の目標として挙げてるのは、3年以内というのになると、もう割合とすぐじゃん。うん、そう、私もね、めっちゃけ、49よ。そう、隠してるわけじゃないんだけど、私の中では、年齢はもうアラフォーでストップにしようと思ってる。そう、だから、これから先、まあ、50になろうが60になろうが、もうね、年齢は数えるのやめる。うん、数えるのやめる。そう、だから聞かれても困るみたいな。まあ大体ね、私44ぐらいから年齢数えるのやめちゃったから、パッて今いくつなんですかって聞かれても分かんないよね。だから正直、1974年前ですって言うんだけど、でもまあ計算するともしかしたらもう50かもしれない。まあそんなわけで、年齢数えるのやめちゃってるんだけど、で、まあ、3年後ってことになると、もうすでに何か3年後に、コミットして、そこを、終着点にするには、まあね、もうすでに、何か行動しないと、間に合わないじゃん。そこで、今取り組んでることの中で、3年後に落とし込めるっていう前提でお話を、まあね、目標を達成する目標を考えるならということで、5番、6番考えてます。はい。まあ、そうすると、私、ポッドキャストでもちょっとお話ししてるし、まあ、最近ね、ネタがないわけじゃないけど、時間の有効活用ってことも含めて、まあ、歌ってるだけの、まあね、バックでミュージックを流すわけにもいかないし、まあ、そういうのちょっと調べてないんだけど、まあ、もう、多分ね、そんなに大きな問題ではないと思うんだけど、そう、
まあね、一度ね、あの YouTube をあの、結構成長していた YouTube でバーンされた経験があるから、あの今更ね、もう一回バーンされるの嫌で、うん、ちょっとかなり慎重になって、運営してます、うん、これもうちょっと上に上げられるかな、上げられる、そう、これが限界、まあ、風が強いからね、落ちるかもしれない、そう、まあそれで、あのまあ、バックミュージックとか入れないで、歌ってたりするので、まあ、本当私自身も、発声練習、まあ、私の発声練習といっても私はね全部独学なので、そう、あの、独学なので、まあ、専門的な人に教えてもらったっていうことはありません。そう、まあ、チャット AI で調べながら、こうしたらいいんじゃないかな、こうしたらいいんじゃないかな、こうやって声出してみようかなっていうのを経験しながら、やってるんだけど、まあ、その中で、さっきの話に戻るんだけど、まあ、世界中に、ね、対してコンテンツを発信してる、うん、で、まあ、そのねポッドキャストは、まあ、さっき話してなかったかもしれないけど、まあ、結局日本語で発信してると、まあ、日本語で発信してると、まあ、世界中のインターネット人口の、うちの、何パーセントかな、日本語で、インターネットを使った人は、まあね、今世界中がどんどんインターネットを触る人が増えている中で、5パーセントが出てきて、昔はね、日本語のウェブがものすごい多いっていうのが話題になってたけど、今はね、ちょっとパーセンテージは分からなくて、かなり減ってるのね。まあ、それで、わざわざ英語で発信するか、って言われると、まあ、ちょっとね、それも私にとっては大変なのよ。そう、うん、まあね、英語の勉強をサボっているよ。すいません、サボってます。かなりサボってますが、まあ、英語の勉強を加速しながらでも、まあ、やっていきたいな。まあまあ、そのね、具体的にどういうことをしていくかっていうのは、まあ、ちょっと置いといて、まあ、新月のお願いとして書くのなら、いただきました。私は人に呼んでもらえる、ジャズボーカリスト、ジャズのアニソンのボーカリストになることができたっていうことを、書きました、うん、っていうのは、まあ、何ジャズにしたかっていうと、まあ、ジャズってさ、一本道の、まあ、いろんな曲あるけど、あのジャズにアレンジっていうのはさ、まあ一本道の、例えばそうだな、100% ユーキーの、ユーキー 100% って曲があったとしたら、それをジャズアレンジというのは、その一本道の中でいろんなアレンジを自由にできるっていう文化が、まあ、ジャズの文化なんだよ。そう、なので、まあ、私はそのカラオケみたいに、本当一定のリズムと一定の音符で、しっかり歌い切って点数を取るっていうのは全然興味なくて、まあ、自分なりのアレンジをしながら歌いたいっていうのが、まあ、正直なところなので、まあ、私のスタイルに合わせて歌うなら、まあ、人に呼んでもらえるジャズボーカル、アニメボーカリストになるっていうことを、まあ、3年後の未来を目標として書きました。で、次に6番目は、じゃあもう一つ何かというと、まあ、私ね、まあ、ちょっと鼻風が鼻こじってないよ、そう、鼻先に手を添えてるだけ、うん、まあ、それで、同時に体を動かしたい、そう、まあ、汗もかきたいし、まあ、私ね、球技もスポーツも好きなんだけど、なんかね、ものすごく、人を巻き込んでやるってことが大々的になりすぎると、人に3年後に、まあ、辞めちゃうっていうのはなかなか難しいから、まあ、3年後の目標としてやれるんじゃないかなというのは、私は、トランスジェンダーだけのダンスユニットを長岡で作って、ダンスと関わりたいなと思ってるので、それを3年後に引退するってことを書きました。そう、まあ、引退するのはなぜかっていうと、まあ、新しいことをやるためには一旦作ってきたのを終了っていうことの方が、まあ、楽しいかな。そう、これね、だんだん折ってくるね。そう、なんだろう、なんで折ってくるの、あ、分かった、そう、下にね、引っ張るのがあるんだ。そう、
あ、高すぎる、高すぎるよね。まあまあちょっと少し、いやこれだったらね、なんか変な、あのすごくなんか変な形で変な形でずっと喋ったから、まあ、腰痛いなと思ってたんだよ。まあそれで今まで1から6まで話してきました。そして7、8って7番は1年以内の目標、まあ、これを踏まえて1年以内の目標を何にするかってことになってくるんだけど、そうね、でこれで考えてるうちに、なんとなくねムービーにしたいなと思ってムービーに切り替えた。そうね、1年後の目標か。そうね、なんだろう、ダンスイニックは1年後に完成ではもう間に合わないから、そう、なんだろう、何にすればいい、1年後写真集 を1年後に出すとか、そんなのはもうそのフェーズはやってるから、もう、経験してるフェーズだから、まあ、それは簡単、それはもう全然簡単だから、なんだろう、何目標っていうか、まあ新月を磨いてるわけだからね、何がいい、こういう時はね、空を見上げて、空、宇宙からエネルギーをもらいながら、宇宙から答えを求める。そう、乗ってる時は、空から言葉が出てきて、ああこれいいねって感じになるんだけど、1年後どうかな、1年後か、ダンスユニット、まあ、1年後、このね、中には、まあ、物欲的なものはちょっとなるべく入れないようにして、そう、あれ欲しいとかこれ欲しいとか入れ始めると、私はね、横山二人さんの展覧会やってるんだ、見に行こうかな、まあ、ちょっと話を置いといて、そう、1年後ね、ユニットを通して、ユニットとして、ユニットから離れよう、そう、ユニットはユニットでいい、離れよう、1年後でしょ、1年後、そうね、まあ何がいいかな、1年後、1年後でしょ、こんなに1年後ぐらいのことで悩むとは思わなかった。そうね、1年後か、1年後、今まで喋ってるうちにパッてひらめいたんだよ。そう、まあちょっと喋ろう、ここで止めちゃうとなんかアイデアが出てくる前におつんだった。あ、思い出した、そう、おしゃれさんになりたいと思ったんだよ。そう、何てかっていうと、まあね、この時期さ、やっぱ春と夏の境目で、まあね、私も今日ちょっと薄着できたけど、すごいね、薄着の人もいれば、逆に、まあ、厚着の人もいるし、まあ、見るとね、超おしゃれさもいれば、まあ、そうじゃない人も、まあ、ここはね、長岡市の街の中心でいろんな人が来るけど、まあ、超おしゃれさもいれば、まあ、おしゃれじゃない人もいる。で、16時間断食が今100日目で、1年後っていうと、大体3分の1過ぎたあたりでしょ、3分の1過ぎてだから、今年がもう100日過ぎてるわけだから、まあ今年中に多分そうね、80キロ台が、まあ、目標っちゃ目標だよね。そう、80キロ台、そう、今98ぐらいで、80キロ台まで落とすっていうと、そうね、どうなの、80キロ台でしょ、80キロ台、18キロ、いや遠いな、多いけど、まあ、いけない数字ではない気はするの。じゃあ、まあ、80キロ台に体重が落ちた。
ったとする。そうね、まあ私の過去の経験から、まあ、80キロ台というとあれくらいの体型なのね。そう、そう、まあ、今よりもいろんな服が着れるようになるかな。そう、うん、そう、なんか、憧れのおしゃれさんになる。これまた、でも憧れのおしゃれさんになればいいんだけど、まあもっとね、もっと具体的じゃないと潜在意識動かないよね。そう、ぼーっとしすぎてるよ。どうする？でも体重の日付、体重とか入れちゃうとちょっとね苦しくなっちゃうんだよね。そうね、うん、こうおしゃれして、おしゃれして海外旅行行く？海外旅行、いや海外旅行めんどくさいよな海外旅行行きたいとは思わないんだよな。ファッションショーする？一人ファッションショーする？いやしたい？いや、したくはないな、うん、まあ面白いかもしれないけど。あ、そうだ、うん、1年後に、私は一人ファッション写真集をすごいこと書いてある集を出版することができました。ありがとうございます。そしたら私は一人ファッション写真集を、1年後に出版することに決めた。これだったらね、自分で買った服を着ておしゃれして写真を撮って、まあ、それを写真集にするっていうことだから、まあそんなに敷居は高くない。しかも、おしゃれさんみたいな話ができる。いいね、いいアイデアがまた。そしてもう一つ1年後ね、まあ、そのおしゃれファッションシートを、まあ、TJ とトランスジェンダーにかけてでもいいと思うんだけど、まあ、それはちょっと置いといて、縛りすぎると、まあ、ちょっとね、やりたいことが、凝縮しちゃって、やりたいことが凝縮すると、まあ、アイデアが膨らみがなくなっちゃうから、まあ、今、パーパーパーって、まあ、アイデアを広げるときだから、腰痛いぞ。そんなに腰痛いようなことしたかな？してないけどな。そうね、となると、もう一つは、まあ、写真集を出版ということになるんだけど、8番目、うん、1年後でしょ。おしゃれさんになりたい。で、ダイエットをしている感じだけど、写真集？うん？いや、写真集もう書いたんじゃないの。あれもこれも写真集に絡めたくない。何がいい？そうね、引っ越す部屋、引っ越さないよあんなに安くて、近くでいい条件のところじゃなんかないし、まあ、そこにファッションをするのは嫌だ、精神的な、私の精神的な部分の成長につなげるようなものにする、ね、それもね、そこにものすごいファッションを行くと、まあ、苦しくなっちゃうから、まあ、苦しくなくて、まあ、今の延長上でできるようなものがいいよな。そうね、そうだな、なんだろう、違う仕事を探す。何だろうな、
もっと自分を活かせる仕事があるはず、そう、もっと私を活かせる仕事があるはず、そう、まあ YouTube もいいよ、 YouTube もいいし、まあ写真集もいいよ、なんだかんだってちょこちょこって写真集が売れて、あと毎月 Amazon から収入入ってくるの本当助かるよ、ぶっちゃけ。そう、でもなんか働いてる実感的なものをもっと欲しい、そう、まだまだね欲しいの。だからもっと働いてる実感を感じれて、自分らしい仕事を、そう、あ、どうしよう、私は自分をもっと活かせる仕事につくことができました。ありがとうございます。まあ、仕事を探す、いや仕事を探すんじゃなくて、何かの縁で働くっていう感じの方が、そう、自分で仕事をするのは嫌い、探すのは嫌い、そう、うん、仕事は探さない、仕事は探さずに1年後にもっと自分に多いか、もっと自分を生かせる、自分をもっと生かせる仕事に就くことを目標にしました。では、3ヶ月以内、9枚目、3ヶ月以内の目標、3ヶ月以内ね、ちょっと暗くなってきたねまあ一発撮りで撮ってるから、まあね、露出の強弱はまあ許して、露出を細かく細かく切って露出を調整するってこともできるけど、まあ、そんな面倒くさい編集はしないしないどうしようかな。じゃあ3ヶ月後、まあここ踏まえて3ヶ月後っていうふうに落とし込むと、どうかな、あ、そう、ダンスユニット結成だよ。私は DJ のダンスユニットを結成できました。ありがとうございます。これはまあ結構現実的な気がするね。で、どうやって集めるか、どうやって集める、そう、コミュニティを立ち上げる、いやもう今あるコミュニティを探すところから始めようか。まあね、そう、まあね、そう、なんだろう、どうしよう、まあちょっと考えよう。で、10番目、そう、10番目どうしようか、TJ だけのダンスユニットを期待できた、決定もできた、仕事も向かった、で、写真集も出版した、何、3ヶ月後ではなくて、今頭にひらめいたことは、まあ、今中断してるんだけれど、そう、やっぱりこれか、やり始めたことは最後にやる、そう、ダイエットプロフェッショナルアドバイザーになることができました。ありがとうございます。まあね、今ね、止まってるんだけど、まあ、情熱が、
薄くなったっていうのは正直な話、うん、まあダイエットダイエットにものすごくもう情熱を燃やしてると、まあ、糸が切れちゃったって感じ、うん、だから今ちょっとゆるゆるって感じなんだけど、まあ、ゆるゆるすぎると全然ね、体重に反映されないわけで、まあ、それで、ちょっとゆるくなりすぎて、今ダイエットプロフェッショナルアドバイザーの勉強を保ってる。でも、まあ、その試験日は近づいてくるわけよ。で、まあ、半年に1回あるから別に今ね受からなくてもって思っちゃってるんだけど、今書いた。私はダイエットプロフェッショナルアドバイザーになることができましたって書いた。3ヶ月ね、7月が試験なので、7月が試験だから、そうなると、8月だから、今5月でしょ、5、6、7、8、うん、まあ、8月までには結果が出てるので、こうなればまあいい目標でしょう、まあ、そんなわけで、今日は、16時間断食じゃなく、新月ということで新月のお願いを10個挙げてきました。前半、まあ、そうね、同点取ったんだから、まあ、前半はね、前半は、ポッドキャストいつも通りのポッドキャスト形式なんだけど、後半は、ムービーで撮りました。前後半合わせて多分1時間半ぐらい、もう本当超迷惑って感じなんですけども、今月の、新月のお願いをもう一回、まとめていくと、そう、100といきますよ今度は。そう、1番、100、1番、超長期目標ね。1番は100年後の未来に悲しみを、ね、流すことのない世界にすることができました。ありがとうございます。そう、また折ってきたね。折ってくると同時に私がしゃがむから腰が痛くなるな。で、2番目、私はお金の存在しない未来を作ることができました。ありがとうございます。3番目、12年で、私はお金がなくても自由に何でもできる自分になることができました。ありがとうございます。で、4番目、私は世界中の友達に自由に会いに行ける自分になることができました。ありがとうございます。で、3番目は3年以内、まあ、ごめんね、私ね、これができない。これが苦手。で、3番目は、なんか寒くなってきた。3番目は、私は人に呼んでもらえるジャズアニメボーカリストになることができました。ありがとうございます。6番目、私は、TJ だけのダンスユニットを引退することができました。ありがとうございます。そう、で、1年以内、私は一人ファッション写真集を出版することができました。ありがとうございます。で、8番目、私は自分をもっと活かせる仕事を作ることができました。ありがとうございます。で、9番目、私は TJ のダンスユニットを決定することができました。ありがとうございます。で、10番目、私は、ダンスのプロフェッショナルダイエットのプロフェッショナルアドバイザーになることができました。ありがとうございます。まあ、そんなわけで、今月も、新月の10個のお願いをやってきたんですけども、まあ、そんな感じで、こう、やっぱりなんか、高く伸ばしすぎると落ちるんだよね。この三脚じゃなくて、普通の、差し棒の台だって感じだよね、使って、まあ、三脚持ち歩くのもうめんどくさくてさ。まあそんなわけで、今月も16時間じゃなくて、新月のお願いお話ししてきました。この新月のお願いに関しては、多分ね、テロップ入れるかな、めんどくさいな、入れるかもしれない。そう、まあ、ここでバツッと切って入れるかな、いや入れないかもしれない。そう、まあ、最後に一覧で、入れて、感じにしたいと思います。まあ、テロップを入れるところまで考えてなかった。うん、まあ、次回はテロップ入れるようにします。はい、そんなわけで、今日も、長々お付き合いありがとうございました。まこねでした。うん、一番下に動画で撮って、まあ動画で撮っても楽しいよね。そう、バイバイ、またね。はい、いかがでしたか。
全然外で撮ったマイクの音の方がいいじゃんって思ってるのは私だけでしょうか。この7,000〜1万円近くのこのマイク、果たして本当にどうなのなんて思ってしまっているんですけども、まあまあその話は置いといて、ですね、中でお話した16時間じゃなく、新月のお願いに関しては、後日、またね、そう、画像を交えながら、ちょっと解説を入れて、ポッドキャストにしたいと思ってますんで、この中では、付け加えません。許して。そんなわけで、まこねでした。また明日。バイバイ。